どうも、めっちゃめっちゃメッセです。はい、ということで、これもやりたかったやついきます。京都国際です。はい、京都国際といえばね、結構地味に大阪開成と共通するところがあるんですよ。これはね、正直言うと、韓国学校なんですよ。開成と、これ京都国際もね、校歌がハングル文字っていうので、話題になってたんですけど、もう自分らも韓国学校っていうんですかね、その兄弟校っていうか、その姉妹校が自分らはその韓国にあったんで、その天恩高校っていうところと自分ら姉妹校で、もう場所もね、そのコリアタウンのある大阪の生野区っていうところにあって、自分もそこで3年間住んでたんで、その京都国際も、とてもそういう韓国の人がいっぱい住んでるところね、その韓国のハーフの人がいっぱい住んでるところで、甲子園を決めたっていうところなんですけど、これね、だからいろいろ、だから今言ったら、その日本の野球とその韓国の野球の違いとかもね、ちょっとね、京都国際を通してですけど、まあ、京都国際とか、まあ大阪からでも、そのいろんな聞いた話と、その日本の野球と韓国の野球のちょっとした違いをね、言っていきたいなと思います。ね、まず京都国際は、卒業生で言うと、広島曽根選手、日ハム上野選手、ソフトバンク早選手、オリックス釣り選手、阪神中川選手です。ほんで、1回戦は16-0、13-4、ほんで、京都教員に4-2、ほんで、立命館に12-5、ほんで、福知山西武に4-3、これ、楽なんて読むんですかね、に6-5で、ほんで、近畿大会で、履正社に3-0で、和歌山東に3-2で負けてるんですけど、これ、和歌山東めっちゃディスったんですけど、和歌山東ね、ものすごい、やらしい野球しますよ。ほんまに。ほんまに、なんかエンドランで点取ってましたし、ほんで、やっぱりこの京都国際ってめっちゃバッティングとかが結構いかつい感じのチームに、これは和歌山東っていうところがやっぱ、それワンチャン倒すために、もう意味わからんね、やっぱりこの左の緩いやつで京都国際がハマってしまって負けたって感じなんで、だからね、やっぱこの京都国際と当たるチームっていうのは、左の緩いのをなんかバッテキってよりか掘らすと思うんですよ。でもその左緩いのがおらんかって、右のオーバーハンドとかやったら、もう絶対に京都国際は勝つと思います。はい。で、そのあれで言うと、まあじゃあその日本の野球と韓国の野球のまあ違いで言うんですけど、京都国際のあれも見ても、なんていうんですかね、このね、あんまりだから自分もめっちゃ打ち方変えられたんですけど、右脇をね、あんまりね、開けたらダメなんですよ、韓国の野球って。普通ね、今のバッターってこうやって打つじゃないですか、こうやって。こんな感じじゃないですか、こんな感じじゃないですか、構えとかでも。もうみんないいバッターこんな感じじゃないですか。じゃなくて、もう韓国野球はもう、こんな感じなんですよ、マジで言うたら。打ち方これに変えられるんです。だから、でもね、そう思ったらそうでしょう。ちょっとキム・テイユンとかね、イデホとかもみんなこうでしょう。もともと脇をなんか締めて打つのが韓国スタイルで、脇を開けて打つのが日本のスタイル。これはね、多分ね、ちょっとしたね、多分日本野球と韓国野球の違いだと思います。だからかといって、韓国野球って今めっちゃレベル高いですからね。もう言うたら、なんやろ、自分らのアンダー18のあのメンバーですら、やっぱ韓国に勝ててないじゃないですか。あのメンバーですよ、やっぱり最強な。で、しかもその時になんか出てきた、ほんまボッテボテのサイドスローのやつの球速見ました？ 152 とかですよ。サムギョプサル食いすぎでしょ。ほんで、やっぱりこのピッチャーがやっぱりいいんやと思います。これね、京都国際のこのピッチャーめっちゃいいと思います。ほんで、やっぱでもこういう結構いいチームとかから来てますわ。福知山ボーイズとかね、いろんなチームから来て。ほんで、ちょいちょいやっぱ気になるのが、
やっぱね、このやっぱ日本と韓国の野球とか、まあそのね、戦術の違いっていうのを、これはみんなに教えておきたいんですけど、なんかね、日本の、それはどこが自分らだけかもしれないですし、その自分らの、その、言うたら、韓国学校の、そのラグビー、自分らのじゃなくて、その、韓国学校があるんですよ、のラグビー部の子と仲良くて、それでもこう、話聞いとったり したら、やっぱり、いうのはその日本と日本スポーツと韓国スポーツの違いってマジでその試合前のミーティングが全然ちゃうらしいですよ。これは教えてもらったっすね。あのだから言うたらもう日本の、まあ、言うたら野球でもそうですけど、日本の野球ってこうやって、まあ、ミーティングで言うたらこんな感じじゃないですか。今日のピッチャーほんまに、初球ほんまに甘くとかなんかそんなまっすぐ多いからみたいな、それ絞っていこうみたいな、それ絞って打っていくようにとか、低め絶対に低めの変化球曲がるから捨ててみたいなのが、これがまあ言うたら、まあ、日本野球のね徹底的な、まあまあまあもうなんか当たり前的な、これが会話なんですよ。でもね、自分もこう韓国野球をまあ経験したりじゃないですか、高校ではね、もう全然ちゃうんですよ。もう戦術の話なんか一切しないです。もうほんまに、何でしょう、メンタルの話ですね。メンタルの話っていうよりか、もうなんかこの士気だけめっちゃ上げるんですよ。だからこう試合前のミーティングで自分らの時はずっと「おい!」みたいな、「お前らね!」みたいな、もう自分の親が殺されたらどうすんだよみたいな、相手を殺しに行くだろみたいな、「お前たちその気で行け!」みたいな。ほんならもう自分らバーって燃え上がるじゃないですか。おっしゃ、行ったろや行ったろやって言ってシートノックでバテて冷めるんですよめっちゃ上がるんですよ、ほんまめっちゃ上がるんですよ、めっちゃ上がるんですよ、ほんまに。おっしゃ、行ったろ行ったろってなってシートノック終わったらものすごい疲れるんですよ。で、あー今から試合かみたいな。だからね、あれミーティングする順番もなんか間違い取ったかも分かんないですね。あ、だからそう、ちょっと話それたんですけど、ほんまにそうなんですよ。だからその韓国 の、まあ、その朝鮮学校っていうところ の、 そのラグビー部 の、 もうその友達も言ってました。もう言ったら戦術なしで言ったら、そのラグビー界でも絶対にその韓国、まあ、スポーツは絶対にもうなんかほんまにもう削れ、もう絶対に削れとか、そのそういう話しかないと。だからこれがほんまにね、日本野球、韓国野球の違いやと思います。ほんでね、これをね、かぶせて言うのは悪いんですけど、まあ、京都国際は、まあ、言えば韓国野球やと思うんですよ。だから、これはね、ちょっと、期待してまいりますね、やっぱり。この、同じ、なんか、あるじゃないですか、その、系列のあれがあると思ってるんで、なんか、応援したいです。ほんで、でもこれなんか、これはちょっとした噂で聞いた話なんですけど、これほんまかどうかわかんないんですけど、あの京都国際とあの大阪開誠はなんか練習試合したらあかんみたいなのをなんか TikTok のコメントとかでよくもらうんですけど、それはガチなんですかね。あんまその辺は詳しくないんで自分はわかんないです。まあ、また詳しい人ったら教えてください。ということで、今日は京都国際話しました。それじゃあ選抜を楽しみにしとってください。